今週です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、ということで、今年初のどういうこと、今年初の今年初ということで、ということで、ということで、今年初の、コラボでございます。コラボで、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。だいぶねもう2月なってますけど、そうですね、はい、ということでね、はい、今日やっていく企画は、お、はい、前回もね一回やったんですけど、はい、まあさすがにやっぱ僕と土井さんだと、うん、やっぱちょっと、はい、こうじゃない。いやいやいや、最近もう分かんないって話ですよ。最近もうだってそんな話ある。じゃあガチビール。ちょっとあるので、はい、やっぱねそこをね、ボンさんとやることによって、はい、こう、あ、そういうこと？ちょうどよくなる。俺で薄めようとして。ライキボン。ライキボンで薄めて。ライキボンズで。ライキボーンズ、ライキボーンズ VS ドズル。え、ちなみにライキボーンズ VS ドズルは前回負けてますよ。はい、いや、負けた。あのね、負けて。惨敗。何ですか？そう、この前やった縛りは、はい、ライキさん1枚、ボンさん1枚で2人でこうやってね、交互に出していく VS ドズルだと圧勝しました。ただね、はい、あの時は僕がね、うん、上手くなってるんで。ああ、確かに。あの時よりも昔よりも底上げが激しい。激しいですもんね。底上げだよ。ライクパイセンもガンガン行ってますからね。ガンガン。はい。なんで、はい、そんな感じで。そんな感じで行きますか。やっていく企画です。久しぶり3人ですしね。そうですね。はいはい、確かに。リベンジを。あ、これはね、もう勝ちます絶対。ボンさんがハンデならもう楽勝です。俺ただの水じゃねえから。ただの水じゃないから。OK、いつでも。いつでもどうぞ、はい、お願いします。デッキはもう2人話し合わなくていいですか。いやもう、まあ、もう何でもどうされてたら何でもこれでいいですか。あーいいねこれかこれかいい、ね、あこれだと、はい、これちょっとよく分かんないからこれ任せるよ、はい、はい、OK です。これ任せるカードの分担もあるんですか。俺は俺あれ使う勇気ない、まあ、分かんない、何のカードか分かんない、まあ、これですからね。いつでもお願いいたします。さあ、初手はどっち。初手はまあ俺が行くか。いやさ、うん、確かに初手はそんな重要じゃないから。さあ、始まりました。適当に2枚に1枚はライクパイセンなんですね。はい、これ勝ちたいな。まあ、ちょっとごめん、これ構えてください、すぐ出すから、ね、すぐ出す。ちょっと待って、何それ、すぐ出せって言うから、すぐ出せって言うから、ね、よくない、ほら、結構、ほら、強いな、ほら、トライエリクサーない、ちょっとずるしないでよ、あー、おいしい、まあ、おいしい、いらないですか、いらない、こんな球いらない、次、俺、むずいいでしょ、いいでしょ、ホグですね、これ、はい、このホグの対処はちゃい、遅いね、まあ、はい、いいですね、もう一発、いらない、よし、いらない、いい勝負よ。工場来る、来ません。いけ、合ってる。おい、何やってんだよ。ジョーンズのミス。まさかのボンズ頼む。ボンズ&ジョーンズ。よし。それ勇気出していい。いや、それでいい。もうちょいどこ何イチャイチャしてんの。それ簡単な方やるの。簡単な方や、早く残しておいて。簡単な方残しておいてよって何よ。これ頼む。よし。ママ小屋トレンドやな。ここでしょ。うん、素晴らしい。なるほど。よし、はい、悪くない。こういうことね。はい。悪くない。いや、微妙だった。次俺じゃあ分かって、行く。これ、また簡単な方を取る。やべ通り過ぎ、これ、右だった。守れてる。なんだよ、よし。いけ、ドン。俺の投手、ちょっと待って、いける。勝てる。ちょっと
いやーこれむずい。むずい。俺の方がむずいよ。俺もむずい。俺ちょっとわかんない。そう。ああいやいやいいいいいいこれこれこれ。よよろ。大体わかりました傾向と対策が、ちょっと待って大きすぎるんじゃないですか。大丈夫ですか。いやこれだって小手調べ。傾向が大体わかってきたんで、普通にね、やっぱだんだん馴染ませてくる。あの立体化していく、ベジータと悟空みたいな。連携がね、確かに。そうそうそう、あのボンさんがっていうよりはやっぱ連携とかも難しいですから、ね、これ連携プレーだ。まあ間違いない。まあまだね、掴んできた。ジョーンズとボンジュールだったんで、そろそろナイキボーンズ、ナイキボーンズ、ナイキボーンズ、ナイキボーンズ。いやでもトレンドのババ小屋使ってきますね。なるほど、僕これでいきます。続いて何しようと思ったっけ。俺なんかいいの思いついた。いいの思いついた。あ、2人の連携しやすいとか。小屋デッキ来るな。小屋小屋来るぞ。いやー、まあまあまあ何でもどうぞ。ガッツ一物誰だよ。拾うな。ガッツ一物を。いや、もともと。拾うな。いや、解説いらん。もともとね、気になっちゃってる、その視聴者。はい、確かに。どういうことガッツ一物。ガッツ一物とは。もともとなんか、金卵っていうクランの、クランのリーダーやってた人。だから、もともとなんかね、なんか名前、テキーラって名前だったんですよ、はいはい、確か、はい。なんですけど、まあでも、金卵ってクランのリーダーやるくらいなんで、はい、まあ、サブリになってる。なんで、まあ、まあやっぱ、ガッツが必要だと。まあ、間違いない、それはそう。まあ、ボンさん、あ、じゃあ、ボンさんじゃない。まあ、ドズさんなんで、はい、これでいいっすね。あ、なるほどね。はい。あ、これいきましょう。これ余裕っす。まあ、これは、使ってたから。ああ、じゃあもう、何やいやいやいや。あれも悪かった。スタイルも悪かった。スタイル確かに。逆かもしれない、なんなら。まあ。何いいね、素晴らしい。これいいの素晴らしい素晴らしい。嫌だな、構えゴレスゴレスゴレ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 オツです。ゴレオツオツです。あ、やべ、これやべ、あれれあれれ、ライキジョン先生、一発入れる、一発入れろ。よしよし、全然これでいい。今んとこ勝ってますけどね。お、コウモリ。いいね。これトントンさ、ね。トントン。ダクペリー。これは？ジャイ、ゴブジャイか。これ、いや、これミニペがあるんで。うん、ミニペ。はい。ミニペ返し。ミニペ返し、あ、素晴らしい。素晴らしいね。必殺ミニペ返し。そんな強力じゃないんだよな。よしよしよし、もうこれね。ボンバーかけ、ボンバーかけ、ボンバーかけ。はい、いけいけいけ。怪人の一撃、こういうことよ。いいミニペ返しだ。やべ。よし、まあ。ボンさん、ジョーンズ？ジョーンズ？これまあ、これってフリー。ダクネゴレ、ダクネゴレライトガールには、ダクネゴレライトあとメラゴだな。ガールの相手の手札。一番いいの。後ろからダクネかゴレが来ますね。カメガゴ、カメガゴって言ったらメガゴが来るかもしれない。こんなこと言われてもさ。はい。まあ。結果を。これもいいよ。スパーキーがね。これ受けない相手で、今、多分メガゴ出してますよ、これ。うん。おい、うん。これもいいんだよね、左はね。どうでもいい。どうでもいいよね。いやー、結構めんどいな。でも行っちゃう。いいね。なんか結構いいよ。何行く？いやー、きつい。そうそう、ダクネ。そうだよね、ダクネだよ、そろそろね。ナイス。いけ、なんか、よし。まあ。まだいける、こっちも。それ入れれんの？どうせ。
書いてくれ、書いてくれ。いいよ、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 いけ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 いいや、一生いっぱいなんで、言うて言うて一生いっぱいなんで、やっぱライキボーンズ、いや、次を見とけと次を見とけよし、はい、僕も決めました。早い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 勝ちて勝ちて、マジでだんだんなんかいい感じになってきました。いい感じな、はい、息ぴったりこっちは。確かにだからライキさんちょっと指示してません？全然してないです。分かって、言われる前分かった。え、本当に相手の手札をこう、なんか指示してたような、ちゃんと考えてやってください。もちろんもちろんもちろん、はい、お願いします。いい、何でもいいけどな、何でもいい、何でもいいけどな。さあ始まりました。いやいや、おかしい、おかしい、結局結局またスパーキーですか。結局2回連続ライトの人がね、そこしないから。早くね、ザッポ俺の、まあまあ、なかなか、あ、これはこれは、うん、これあれですよ、バゴガヤ、バゴガヤ。いや、もう分かるでしょ。このどうしたらいいんだろう。作っていい、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 すぐ作るじゃないですか。まあ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 、頼むで、アイボか。お前たちが来たらファイブだ。あ、ファイブか、ファイブ打たれた。ファイブ役いいね。ファイブ役いいね。サボってません、ボンさん。大丈夫ですか。サボってます。これは読みで。いけいけ、ババ。頑張れ。頑張れ、ババ。バレます、バレます。いらかん、いや、素晴らしい処理。これで、俺じゃん、俺じゃん。あ、じゃあ、じゃあ、いやー、あってしまう、そこは。作っちゃっていいの、作っちゃっていい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 、作らせていただきます。薬剤行きにくいからな、これ。いやー、きつい。ありがとうございます。出しちゃったりしょ。あ、いい。ここよくおしゃれな、おしゃれなやつ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 。なんか、いつものやつ。いつものやつ。そう、ムカつくな。ちょ。いいよ、これ相手スパーキーめっちゃきついから。ナイスアップ。ああ、消えてる。まあ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 、ただもう一回相手ババゴヤか、うん、ハシマエラム来るかどっちかなんで。はいはい、うんうんうん、はいはい、かかって気にしないと。かかって、あ、逆サイ来たよ。逆サイ来ました。スパーキーの餌食になるんで、そっちだと。そこ行く、行く、行く、でも行くわ、行く、行く。あ、まあ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、右から来たよ、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 えぇー、スパーキー、ずるくねー。スパーキーがマジで無理だ。すまねえな。すまねえ。ちょうどよかった。ちょうどいいね。ちょっとやりすぎちゃった。ちょっと強くなりすぎちゃった。マジで。ごめんね、ごめんね。ごめん、そこは俺すぎた。スパーキーが永遠にきつかった。スパーキー、はい、スパーキーなんていうかね、俺らとね。
何じゃあ悟空相手にカメハメハキチーって言う全部例えがドラゴンボールなんだよ例えが昭和なんだよマジで確かに確かに全部昭和ボンさんも精一杯こっちに寄ってるから動きになるわね動きになるわ北斗の剣とかまあ本当はそっち出したいけど寄せてはいるの寄せ気味でドラゴンボール寄せてはいるの寄せ気味でドラゴンボール寄せてはいるのはいはいということで、まあちょっと強くね、やりすぎちゃったかもしれないんですけどね。悔しいな。2020年はこんな感じ。2020はこんな感じでやっていくんでね。はい、ドズさんのチャンネルでもコラボがね、ここら辺の、はい、いい感じのコラボが上がっております。上がってると思うんで、はい、ぜひそちらを見ていてください。お願いします。お願いします。ということで今日は終わっております。バイバイ。バイバイ。バイバイ。